今回見ていただいたのは、スリガオ海峡海戦における西村艦隊、正式には第一遊撃部隊第三部隊所属艦艇の姿です。この動画では各艦の最後の姿をざっくりと解説いたします。西村艦隊の旗艦となったのは扶桑型戦艦の2番艦山城です。山城は大正6年1917年3月31日に竣工いたしましたが、扶桑と同様に砲塔の配置のために防御力に問題を抱えており、開戦時にはすでに旧式化が進行していました。山城は長らく内地にあり、練習戦艦のような運用がなされましたが、戦況の悪化とともに第一線に復帰することになります。この姿は1944年10月頃に発動された小1号作戦、当時の山城の姿を復元したものですが、甲板には大量に機銃が増設されているのがわかります。しかし山城には他の大型艦では搭載されていた21号電弾が搭載されておらず、また13号電弾も片舷のみの搭載とされるなど、電弾射撃を行うことはできなかった可能性が高いと考えられます。1941年の開戦時には防空指揮所が設置されていませんでしたが、1944年では防空指揮所が設置され、艦橋の片方には防空見張り所が増設されたようです。スリガオ海峡海戦では最終的には敵艦隊にほぼ単身で突撃することになり、壮絶な最後を遂げることになります。戦艦扶桑は日本初の独自設計の超弩級戦艦として、大正3年1914年3月28日に竣工いたしました。かねてから防御面での不安があった扶桑は、山城と同様海戦時にはすでに旧式艦であり、やはり山城と同様に練習戦艦のような運用がされ、南方に進出する機会はあったものの、敵艦との海敵には全く恵まれませんでした。最終時の扶桑には21号電弾などの各種レーダーが搭載され、山城と同様に機銃が大幅に増強されているのが特徴ですが、射撃式装置の増設は少なく、やはり第二戦級の戦艦であった扱いは否めませんでした。扶桑はスリガオ海峡海戦の前にすでに空襲によってかなり大きな被害を受けており、手負いのまま突撃、最後は魚雷を被弾したことが致命傷となり、大爆発を起こして沈没してしまいました。最上は昭和10年1935年に竣工した巡洋艦で、当初は軍縮条約の都合から 15.53 地砲を搭載した軽巡洋艦として竣工しましたが、後にロンドン軍縮条約を日本が脱退すると、かねてから想定していた 20.33 地連装砲に換装し、事実上の重巡洋艦として生まれ変わることになりました。最上型巡洋艦は復元性やバランスに非常に気を配ったことで、高尾型に比べるとコンパクトな艦橋を持っているのも特徴です。またスリガオ海峡海戦に臨む最上には後方に飛行甲板が設置され、最大11機の水上機を搭載可能な姿へと変貌を遂げています。最上はミッドウェー海戦で三隈と衝突して大破、それが要因となり、艦隊の目となるべく大きな改装を受けることになったのです。スリガオ海峡海戦時には単装機銃が飛行甲板に多く増設されていましたが、搭載機数は零式水上偵察機、零式観測機の合計5機の搭載数となっています。最上もスリガオ海峡海戦で大破し、後に雷撃処分となってしまいました。しぐれは白露型駆逐艦の2番艦として昭和11年1936年9月7日に竣工いたしました。白露型駆逐艦は条約によって厳しい制限を受けた中で建造された、初春型駆逐艦の建造を打ち切り、新たに設計されてた駆逐艦で、トモツル事件などトップヘビーに起因する事故の教訓が設計に大いに生かされています。しぐれは海戦以降多数の海戦を戦い生還し続けた幸運艦として知られ、呉の雪風、佐世保のしぐれと称されたほどでした。スリガオ海峡海戦の参加の際には後部の単装砲が撤去され、ここに 25mm 三連装機銃を増設しています。また詳細は不明ながら、単装機銃も相応に増設されていたと考えられます。電弾も拡充されましたが、新たに増設された13号電弾は後部マストに設置されていたという説と、前部マストに22号電弾とともに増設されたという説があります。13号電弾が増設された箇所は支柱が1本であり、そのままではバランスに欠く可能性があるため、後部に設置されたとする説がやや優勢かもしれません。しぐれはこのスリガオ海峡海戦でも幸運を発揮し、無事に生還を果たしましたが、1945年1月24日、アメリカ海軍潜水艦ブラックフィンの雷撃を受け沈没してしまいます。
朝潮型駆逐艦の3番艦満潮、6番艦山雲、5番艦朝雲の3隻は共に朝潮型駆逐艦に分類されています。朝潮型の基本設計は白露型を踏襲していますが、日本は軍縮条約から脱退したことで、それまで制限を受けていた駆逐艦のサイズを大型化。朝潮型は傭兵側の要求をほとんど叶えることに成功しています。ただ航続距離は要求は達することができず、この性能改善は陽炎型駆逐艦に託されることになりました。スリガオ海峡海戦ではシグレと同様に電端の増設、後部の砲塔を撤去し、ここに三連装機銃を2機増設、また単装機銃の増設なども確認されています。朝潮型駆逐艦は海戦時から有力な艦隊型駆逐艦として各地で奮戦しましたが、満潮、山雲、朝雲の3隻はいずれもスリガオ海峡海戦で戦没しています。以上の6隻は圧倒的優勢なアメリカ艦隊と交戦し、しぐれを除いて沈没、多くの乗員の命が失われました。この海戦で沈没した艦はあまりにも生存者が少ないため、証言自体が少なく、艦とその乗員の最後には諸説存在しています。ただ近年に海底調査が行われたことで、その最後の様子をうかがい知ることが叶いつつあります。